んにちは、まどかです。前回も乗っていたこのロードバイクですけど、この作品では結構ロードバイクに乗るシーンが出てきます。とはいえ弱虫ペップみたいな内容では全く全然ないのでご注意を。そして乗りっぷんとも違います。でもう言わなくてもわかるか。あと、サイクルウェア姿でのエッジシーンもありません。これは本当に残念。今日はこれくらいにしておこうかな。発売も2日後なので、ここは体力を温存しておかないと。シンジと私は前は趣味でよくロードに乗っていたんだ。最近はそうでもないみたいで、単なる移動の手段みたいになっちゃってるけど、シンジのこの家は海沿いにあって、クレハちゃんの家は山の手にある。だから実際行き来も結構大変なんだよね。この桜の森は海沿いに開けた町で、背後には山が迫っていて、生まれ育った人間の贔屓で言うんじゃないけれど、本当にいい町なんだけど、今この町には何人もの殺人鬼が潜んでいる。そして大量のボダッハも、私には町の悲鳴が聞こえるみたい。みんなもこの町を守りたいと思っているの。桜の森ドリーマーズというグループ名にはそういう思いも託されているみたい。発売まであと2日。桜の森ドリーマーズの戦いと、そして恋の模様を、どうぞお見逃しなく。桜の森ドリーマーズは5月27日発売です。よろしくお願いします。